ジョージ・ビクター・ボイノビッチは、アメリカ合衆国の政治家、弁護士。オハイオ州下院議員、カヤホが軍艦佐役、第56代オハイオ州副知事、第54代クリーブランド市長、第65代オハイオ州知事、連邦上院議員などを歴任した。1936年7月15日に、オハイオ州クリーブランドで誕生した。父親は、セルビア人。 母親はスロベニア人であった。クリーブランド近郊のコリンウッドで成長し、1954年にコリンウッド高校を卒業した。1958年にオハイオ大学を卒業し、1961年にはオハイオ州立大学で法律学位を得た。ボイノビッチはまたオハイオ大学のファイカッパタウのメンバーでもあった。1962年に 妻のジャネットと結婚した。夫妻には、ジョージ、ベッツィ、ピーター、モリーの4人の子供及び7人の孫がいたが、バッシのモリーは9歳の時に交通事故で死亡した。1963年、ボイノビッチは、オハイオ州検事副総長としてその政治キャリアを築き始める。1967年から1971年まで、オハイオ州会議員を務め、 1971年から1976年まで、カヤホガ軍の監査役を務めた。1975年には、共和党から、クリーブランド市長選挙に出馬したが、現職のラルフ・パークに敗れた。1977年から1978年まで、カヤホガ軍行政委員会の委員を務め、1978年に、州知事候補のジム・ローデスと共に、 オハイオ州副知事候補として、州知事選挙に出馬し、当選した。1980年から1989年まで、第54代クリーブランド市長を務め、クリーブランド市を債務不履行から救う。その後、1991年から1998年まで、第65代オハイオ州知事を務めた。1998年、4期務めて、不出馬を決めた。 民主党のジョン・グレンの公認として、連邦上院議員の議席を得た。2004年に再選。2期12年を務め上げ、2010年の選挙では3、選を求めず引退した。2016年6月12日、80歳の誕生日を目前に控えて死去した。79歳であった。クリーブランド市長選挙に立候補するため、任期途中で辞任。 セネター・ボイナビッチ・ユー・ハーバッチ・コジ。ボイス・オブ・アメリカ。オリジナルの2012年5月25日時点におけるアーカイブ。 https://archive.is/20120525133625/www.voanews.com/croachan/slasharchive/2005/slash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 2006/voa1.cfm2008 年11月6日へ閲覧 ?u シエニキャピトルヒルッタ。ハーバーツキインフォーマティブニーツンタール。ドムアイセビエット BR235。2008年11月6日。閲覧。ジョージ・ボイナビッチ。ホーマー。クリーブランド・メイヤー。オハイオ・ガバナー &US ・セネター。ダイズ。クリーブランド・ .com、コム。2016年6月12日。閲覧。ありがとうございます。